か。こんにちは、さゆたかさん、はい、中日は今オフちょっと大変になるかもしれないです、交渉という意味で。ああ、はい、ライデル・マルティネス選手、はい、投手、クローザーのが契約が今年で切れて、はい、さあどうなる、残るのか、それともどこかが取っていくのか、もしくはメジャーという選択肢もあります。まあ、メジャーだったら亡命しなきゃいけないからな。まあそうなんですよね、ちょっと、まあ、どっかで物気の柄にならないとな。家が、ね、あれいなくなったみたいな。そうそう、中日はね、そうそう、よくある、よくあるよな。よくあります、よくあります、まあ、だからよく目光らしくはない。そうです、そうです。なんですけれども、まあ、このライデル投手は3年契約、2021年の時に3年契約ということで、はい、年俸が2億3000万円、1年間2億3000万円の3年契約ということで契約しました。だけど、はい、キューバ、はい、政府が絡んでるから。そうなんです。だからライデルとの契約じゃなくてキューバ政府との契約になってるのか、はい、この内情がちょっとわからないよな。そうなんですよね。だからもう本人にもう任してるのか、はい、キューバ政府も、うん、いやいや政府がやりますみたいな形でしてるのか。そう、楽だ。そうですね、だからちょっと契約はわからないよね、どういうふうに。そこは透明じゃないので、やっぱりキューバ政府対球団、いわゆる中日っていう、ね、まあ、今まではね、はい、まあ、そういうふうな契約っていうのが主流だったからね、はい、まあ、そうしてるんだというふうには思うけども。そうですね、そうなってくると自由に交渉して移籍っていうのはできないわけでしょ。できないです。そうなんです。結局その政府が自分の行き先を全て決めるので、まあ、それには多分お金っていうことが絡んでくる。お金が多いところ、高くのところがやっぱり契約っていうふうになってくるのかな、自分の意思よりもってあると思うんですけれども、となってくるとこの金額だと他球団もキューバ政府にこのライデルの来期からも来てくださいっていう交渉っていうのはやってくる可能性はありますか。なくはないけど、うん、人道的に言えば、うん、そのルートを作ったのは、うん、多分中日だと思うんだよね。ああ、その政府、まあ、例えば森さん、あ、そうですね、森重さん、監督がね、はい、行ったりだ、コーチ時代に行ったりだとかして、うん、そういうそのキューバ政府との取り決めっていうか、うん、俺は全てやってるような気がするんだよね、うんうん。まあ、だから中日から動かないんじゃないかなっていうような気がする。動きたくても動けない。まあ、それなりにお金は上げると思う、今よりもプラスアルファ、さらに。だけどそのマネーゲームにはならないかなっていうような、うん、ただ多分他の政府も、うん、マルティネスの給料当てにしてるような国では成り立っていかないよ。まあまあ、それそうですよね。それはそうですよ、確かにそうなんですよね。いや、それはその君がいいようにしていいよって任さない、うん。ただキューバはその国交とか、まあまあ確かにね、いわゆるその主義国っていうことで、いやそれだったらやっぱギリ、うん、ギリとか果たすんであれば、うん、俺はなんか中日に残れそうな気はするけど、うん。あとは他の球団でキューバから来てる選手がいるってなると、そこもやっぱり例えばある違う球団とそのキューバ政府との交渉によって、そこに君行ってくださいよって複数来てても政府が取り決めてるのか、その本当の内情っていうのがやっぱりそこ不透明なので。まあそうだな、まあ、だけどその日本ハム行ったマルティネス、うん、はい、あのバッターの、うん、あれなんかは日本ハムからのオファーがあって、はい、すぐ移籍できたでしょ。だ政府が行けって言うんじゃなくて、うん、まあ、やっぱマルティネスがやっぱ移籍したいっていうふうに言ったんじゃないかな、まあ、直接政府に掛け合って、政府に掛け合ってみたいな、うん、いや日本ハムも取りに来てるぞみたいな、うんうん、まあ、そんな感じだったと思うけどね、うん、ただ、まあ、だから中日にこう扱いとしては出れなかった選手たちは他行ってチャンスを上げた方がいいし、うんうん、いやだけどライデルなんかはやっぱチャンスももらってるし自分の地位を築き上げてるから、そこで、うんうん、だからなかなか移籍は俺はしないような気がするけどな。まあ、ライデル本人もやっぱり中日に残りたいっていうことは一応コメントでは出しています。で、じゃあ中日以外の選択としては、例えばキューバ出身のジャリエル・ロドリゲスは亡命してブルージェイズと5年総額46億7000万円を結んでいるので、その、まあ、一つ亡命という形でメジャーに挑戦するっていうのもゼロではまず選択肢としてないと。まあそれはなくはないよな、うん、でも亡命って簡単にできんのか、そんなに。でも結構して簡単だよな多分日本の中でも
そういうなんか、ね、まああるんだろうな、アッセントまではいかないですけど手助けしてくれるそういう団体もあるのかもしれないですよね。団体があるのかな、なんかこうあの亡命をサポートするじゃないですけどあるのかもしれない、まあ、誰かしら助けがないとそれはできないことなので、まあ、そうそう、はい、あとは他球団が取りに来る、例えばモイネロ投手であったりとか、あとオスナ投手というのはソフトバンクがだいたい4年総額40億円で契約をしていると考えると、ソフトバンクがソフトバンク以外でもいいんですけど、さらにこの今よりいい条件で欲しいですとなった場合にキューバ政府に持ちかけた時にそこもゼロではないのか、まあ、ないかもわからないけど、うん、それはライゼルの意向を聞くんじゃない、一応聞いてどうしたいかみたいな感じで。でももし他球団で欲しいとなるとお金出せて欲しいところっていうと結構もちろんありますよね。なくはないよ、うん、欲しいところ、それはソフトバンクとかさらに強固にするためですよね。まあそうだそうだな、ソフトバンク、うん、まあ日本も取ろうと思ったらな、うん、そうですよね、日本もあるだろうし、はい、確かにありますよね。あとまあジャイアンツ、ジャイアンツ、はい、まあ、ヤクルトはどうかな、そこにそのぐらいのお金使えるかどうかだよね。そこなんですよね。しかも今海外で報道されていることがなんと今オフライデルにもう6球団がすでに行ってるとなんで海外の方で出てるのか、まあ、記事がそれはやっぱそれだけ優秀な抑えだからね。どこだ6球団、ソフトバンク、ジャイアンツ、ああ日本でもね、はい、これ日本で、ね、6球団が来てるっていう、ソフトバンクなど5、6球団でやっぱソフトバンクなどっていう、ソフトバンクはまず名前に出てるんですけど、まあ、そうそうだな、ソフトバンク、まあ、阪神のところだよね。あー、それはありますね、確かに阪神、ジャイアンツ、日本ハム、日本ハム、まあ、ロッテもある可能性もあるね、うん、あ、ありますね、そうですね、オスナ取られてる分だけ、うん、楽天はなんかちょっと違うかなって、楽天は違うかもしれない。そうなってくると、もちろん中日はそこに入っているわけなんですけれども、もうマネーゲームになってきてしまうと、果たして中日が支払えるかどうか。だから、政府との掛け合いじゃないの。もうなんとか。このぐらいになんとか収めてくれっていうふうにしかもうならないですよね。ソフトバンクと中日ってなってしまうと、金額的に。いや、でも必ずしもさ、うん、いくら上げてくれたから行くとか、じゃないと思うよ、政府が絡んだら。ああそうかそうか、うん、例えばその後じゃあその代わりうちのキューバの選手をもっと取ってくださいねとか、いやそういうの取りたいと思ってる、常にとかっていうこともありますですし、うん、ただ中日はライエルに価値として何年何億ぐらい何十億ぐらいは出すべきだと思います。豊さんこれまでの活躍から言って最低でも絶対これを払ってねっていう、うん、5年で、はい、5年は2年、ちょっと多いか、うんうん、まあ、4年で24億、はい、あだから1年6億ぐらいちょっとってことですね。おお。仮にビシエドっていう選手がいて、はい、ビシエドに5億出してるとする、はい、まあ、あの書いてあるね報道では、うん、でそれ考えるとやっぱ安定感とか活躍度、はい、いろいろ考えたらビシエドよりは出してあげないとかわいそうかなと思うし、はい、だからまあ6億というお金が妥当かなというような感じがするけど、なかなかそれあれだけ失敗しないんだ。そうですよね。ああもう鉄板だから本当ね、まあそこにさえつないじゃえばなあもういいんですもんね、うん、いやだから年間6億ぐらい、うん、それぐらい用意してないとダメだよっていうことですよね、うん、つまり中日はもうまあまあ多分そのぐらいはいくと思う、うん、まあ多いところで30億インセンティブ入れて30億ぐらい、おお年7億円7億ぐらい、まあ、それのプラスタイトル料が5000万とか、うん、すごいその4年間とかすごい。それって例えばソフトバンクが欲しいと思ったらそのぐらいは絶対出してきますよね。それは出してくるよ。そうですよ、ね、だってオスナにあれだけ出してるの。そうですよね、4年40億ですもんね。そうそうそう、それはそれは日本の実績とかいろいろ考えたらさ、はい、それは出すのは惜しくないんじゃないですよね、うん、もうそうですよね。ってなると本当来シーズン一体ライデルが、まあ、もちろん中日のファンの方も含め、まあ、中日のユニフォームを着てるっていうのがもちろんいいんでしょうけれども、もしかしたら本当にもしかしたら違うユニフォームになってる可能性もあったりもする、まあ、なきにしもあらずだけども。そうですね、俺の予測では中日だなと思って、ね、あとはもう一人です、カリステ選手、現在5000万円おお大好きカリステ、俺がやっとこうかな
ゆらかさんが5000万円なんですよね。複数年契約してるのか単年なのかわからないんですけれども、今年の活躍を見てるともちろん他球団も交渉に行きたいなっていうのはありますよね。ないことはないと思う、うん、ただまあいろいろポジションができるって言っても、うん、そんなに守備は上手くないからな、はい、だからそれでもいい、うん、彼の持ってる積極性だとか、まあ、勝負強さだとか、はいろいろこうあって打つだけでいいって思えば、はい、ポジションはまあとりあえずこっちで考えるって言えば、うん、それは欲しいだろうね。そうですよね。打順どこでも打てますし、ってなると中日ももちろんカリステ選手には残ってほしいですか。であってほしいけどな。お、どうなんですか。いや、わかんない、やっぱ選手も育ってきてるし、はい、ブライト・ケンタもこの前ホームラン打ったし、はい、それいたらいいけども、うん、ずっとじゃあレギュラーで使うかっていうことを考えてあげないと残しちゃいけないと思う。そうですよ。かといって他球団に持っていかれるのも例えば嫌だとか、まあ、パ・リーグだといい。あ、そうですね、リーグが変わってしまえばいいですけれども、一応じゃあ中日としてはカリステ選手はそんな高い値段を言わずに引き止めというか交渉には入るかなと。いや、でも1億はいるでしょ。あ、そうですよね、今年の活躍を見れば5000万ってことはないんだろうな。1億はいると思うよ。ただ他の球団でカリステ選手欲しいなって思うとこ、例えば西武だったりとか。そうですよね、西武欲しい、欲しい、もう根こそ欲しい誰でも欲しい。そうですよね。でこの5000万円だったら西武もさらに上乗せして。いや、そりゃそうだ よ。5000万だったら動く必要ない。そうですよね、中日の方がいい。確かに。でプラスアルファ出してくる球団も西武、他球団でカリステ選手欲しいなって思ってるところってありますかね。それはジャイアンツとかもいいんだよ。ジャイアンツ か、 そっか。ジャイアンツもいいし、はい、まあ、ジャイアンツはな、なんかカープってことはイメージではないですか。いや、カープは取らないというイメージが強いからね。あ、他のところから。それは阪神とかも面白いし。阪神カリステ、そうか、うん、なるほどな。いや、この選手は使えるよ。いや、本当そうですよね、使えるって。で、頑張り屋さんだし。そうそうそう、そうなんですよ。これ豊さん、もし仮に中日のユニフォームを脱ぐことになって違うとこ行ってもカリステは応援しますか。もちろん。なんでだよ。もちろんでしょ。違うユニフォームでも、そうか。だからこのカリステも、じゃあ中日が、まあね、ライデル取りに行くためにお金用意する、カリステも引き止めるためにある程度のやっぱお金を用意しないと今シーズン、まあ、ライデルよりは低いけどね、かなりね。ただ奥はっていうことですか。まあ、奥はやっぱり必要になってくるかなと思うけど、単年ではなくやっぱり複数年が欲しいでしょ。そうですよね、まあ、最低3年ぐらい欲しくて。でカリステが欲しいですよね。でカリステはベネズエラなのでおそらく個人で代理人と一緒に交渉ができると思うので、まあそうだね、うん、ポジションとスタメンと金額っていうところを合わせての一番いいとこ行くのかなっていう。まあ金次第だな、うん、それはありますよね、うん、となってくると本当に、ね、この2人が中日に残ってくれれば来シーズンもありがたいですけれども、万が一この2人が抜けるなんてことになってしまったら、まあ、やっぱ不安だよな、抑えを誰にするか、やっぱ不安だよ。ですよね。やっぱ前にいた人がそうなってくると、そう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 、偉大なだけにそれは難しくなるよね、うん、なかなかね、ライデルの決まりはってなりますね。カリステもね、うん、ポジションが決まってない。そう、でも、ああカリステいたらこう今日ここで使いたかったのになっていうのが多く出てくる選手だと思うよ。ですよね、まあ、どこでもやってくれたからね、はい、うん、まあ、貴重な2人の戦力だよ、中日にとったら。ですよね、絶対出しちゃダメだよ。絶対もう中日サイドはぜひ引き止め。いや、それはもちろんそうだよ、うん、やっぱり強いチームを考えるのに、はい、やっぱある程度柱になってくれる選手、うん、それはピッチャーで言えばライデルだし、はい、野手で言えばカリステになってきてるし。そうですね、うん、だからこの柱が2本飛ぶっていうことは、うん、家だったら4本柱で2本しか立ってなくなる。もうグラ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 、その2本もおぼつかないという。危ないですよね。危ないよ。もうじゃあ絶対に中日はこのオフ、いやもう、もう絶対引き止めだよ、絶対に引き止めということで、はい、ただそのね、5、6球団っていうところもおそらく今シーズンオフになってから指名を握らすと思うので、一体どの球団たち、まあ、そうだね、うん、なのか。まあライデルが5、6球団で。そうです。カリステはまだ分かんない、分からないので、はい、そのあたりね、こうまだベールに包まれてますけれども、それがね、こうベールを脱いだ時にどういった争奪戦になるのかも楽しみの一つです。はい。